い、毎度皆さんこんばんは、秋葉こと秋広です。今日はね、大阪は天王寺に来てます。後ろに見えるのが JR 天王寺駅、ほいでこの電気ついてるこれがアベノハルカスね。ほいで周りの感じがこんなところに来てるんやけれども、ほいでまた今日どこ行くんやったらね、この後ろのあの交差点、あの交差点を渡ったところにね、めちゃめちゃ昭和チックでレトロな路地裏があんねん。ということで今日はその路地裏のお店で飲みたいと思います。ということで早速行ってみよう。ということで、ほんまにレトロでザ焼肉屋さんっていう感じやんか。ちなみにメニューがこんな感じ。ということで、乾杯。うまいな。生千枚いただきます。コリコリの食感たまらんわ。おいでビール、うまいな。大好きな生千枚いっときます。ほんまに本格的なお店での生千枚、コリコリで歯ごたえ最高。ビール、うまい。これがキムチの盛り合わせ頼んでみたいけど、これがキュウリと大根と白菜のキュウリの盛り合わせね。で、決まっちゃう。下回って、ちなみにキュウリね、いただきます。うまいな。ビール、なくなってもた。生瀬いっとこう。コリコリ食感最高。おいでビール、うまいな。
このさ、今取ったタン、これにチャラッとこうレモンつけてこんな感じでいってみよう。うん、やっぱり本格的な焼き肉さん、このタンのコリコリの歯ごたえたまりませんわ。でビール、はい、うまいな。牛タンいっとこ、牛タン。このコリコリやねんけどちょっとプルプル食感入ってんねん、これたまらんな。ビール、うん、いつもさ、千枚好きやんか。でも千枚好きやけど、一回焼く千枚頼んでみた。で、焼いてみて。コリコリ、めっちゃうまい。無理でビール。うまいね。これが、これ上ロースいっときます。うまそうやろ。やっぱり上ロースは柔らかいな。うまいわ。おいでビール、うまい。これが骨付きカルビやねんけど、めっちゃでかいぞこれ。ちょっとかぶりつくわ。一口で行かれへんかったけど、この骨付きって結構脂っぽいのと、この赤身がほんまにこう、なんていうの、ナイスマッチングというか、ええ感じでマッチしてて、ええ肉の歯ごたえたまりませんで。ほいでビール、うまいな。このさ、ロースをちょっと半生にしてみた。いっときます。写真自分で撮って、またして、レイアウト決めて作ってくれ。半生、めっちゃ柔らかい、最高。ビール。これだけ私だったら。うまいな。うん。今日初やった。半生の上ロース、こんな感じ。口についてるよね。やらかビール、うまいわ。この半生の上ロースめちゃくちゃうまいぞこれ。のど詰まりかけやね。でビールなくなってもた。このさ、牛タン一択、牛タン、牛タンをここにこうやってええ感じやろ。あ、大丈夫か。で、これを牛タン、牛タン、もう一個いっとこう、牛タン、牛タン。
こんな感じやで。牛タン。半生の牛タン最高。プルプル食感。ビール。うまいな。牛タン。うまいな、ビール。なくなってもた。座っててね、こう、大きい机座ってて、こう、食い、大きい机座ってて、こう、簡単を食べて、全然わかんない。永遠にしなかったら、あれですから。みのみの、みのやで、こんな感じのみのやったで。ほら、なんていうの、上身の、焼いたら、このコリコリの食感のほんまにホルモン、うまいなー、いう感じやわ。たまらんわ、おいでビール。うまいな。仕事に困らんもん。みのみの、みのいっときまーす。うまいね。デビル。うまいわ。ミノいっときまーす。こんな感じでうまそうやろ。ビールビール。ああ、なくなった。牛タン、こんな感じ。いっとこ。コリコリ。あんまり焼きすぎたらあかんから、ちょっと半生みたいな感じで焼いたらめっちゃええ感じのプルプル食感が残ってて、コリコリやね。うまいな、ビール。うまいわ。牛タン、牛タン、こんな感じ。ビール。うまいわ。ということで、今日は焼肉御堂さんにお邪魔して、いっぱい食べて飲んでみたんやけど、めちゃめちゃほんまに昭和のレトロ、下回って、レトロチックな焼肉屋さんに向かって、めちゃめちゃええ感じやろ。ということで、皆さんまたお近くにお立ち寄りの際は来てみたらいかがでしょうか。ということで、皆さんいつもながら長々のご視聴ありがとうございました。ということで、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでよかったら Twitter と Facebook のシェアもお願いしますね。それでよかったら最近始めたブログのシェアもお願いしますね。ということで、さようならー。